近畿大学附属和歌山高校サッカー部ラグビー部2年連続阿部優勝しました。全国大会でも頑張ります。エール輝け和歌山の若きアスリートたち。何個か課題を出していたんですけど、その準決勝をまずこけてしまって、その決勝で修正することができたっていうのは一つ良かったのかなと思いました。全国大会につながるようなプレーとかも出てきたんで、で出た課題も修正して反則で一つ勝てるように頑張りたいと思います。自立の部分がまだできていなくて、一人で判断して行動するっていうのが、行動して発信するっていうのができないと思うんで、そこを残りの1ヶ月でできるようにしていきたいと思っています。全国大会、去年も出場したんですけど、鹿児島実業に大敗してしまったんで、去年の借りを返すために今年があると思ってるんで、半蔵で頑張りたいと思います。自分たちがこう、うまくいかなかった時、うまくいかなくなった時にどういうふうにして立ち直るか、そこがやっぱり一番難しいところです。もちろん練習試合や練習なんかでも、もう普段からそういう場面は訪れるんですけど、そこをこうなんとかこうチーム力、3年生の強い思い、そういうふうなもので、本当の目標の花園一生っていうところをこうやっぱり強く感じて達成していかなければいけないっていうところが、今の課題でもあるし、それがしっかりできれば目標達成っていう風になっていくんだと思います。去年負けて、今年のチームはもうそこで勝つっていうことを常に言い続けて、そこを目標としてずっと、取り組んできたので、レベルは上がってきてるのかなという風に思うので、なんとか勝ちたいです。雨っていうのもあって、思ったより自分たちが前半押し込まれる時間が長かったんですけど、こう粘り強い守備で前半無失点に追われて、後半自分たちの流れが来た時間帯で 2得点できて、こう最後まで粘り強く戦えたことが勝因だと思います。前半押し込まれて粘り強い守備ができてたんで、そこをまあ後半も続けることと、あと奪ったボールをもう一つ丁寧につないで自分たちの時間を作ろうっていうのを言われて、それを修正できたんで良かったです。自分たちより上手い選手とか、チーム力としても高いチームとやらさせてもらえるんで、個人のところで負けないように1対1の守備だったりとか、こうチームで組織的な守備を今1ヶ月間で準備しています。1年間ずっと言われてきたのが、準備が全てって言われてて、こう何どの試合にもやっぱ準備をして挑むことで自分たちはすごく勝ち上がってきたんで、それが一番大事なことやなと思ってます。非常に苦渋が良くて、昨年度は、千葉の代表の琉球大柏さん、今年は東京都代表の、国学院久我山さんと当たることが、できてですね、僕らとしては思い切って、チャレンジできる素晴らしい相手だというふうに、認識してます。でしかも今年2回戦から出場できるということで、一戦必勝で戦っていくんですが、上に近いというふうな部分があって、選手らも僕もモチベーション高く、準備が今しているところです、はい、今までの最高記録がベスト16なんで、まずはそれを破ってベスト8でベスト4と一戦一戦集中して、目の前の試合を勝ち上がっていって、最終的には優勝できたらと思ってます。半ゾーンで一つ勝つのが今年のチームの目標なので、そこに目指して頑張りたいと思います。